お知らせ。本日の動画もゲームオンが宇宙旅行に行きました。なので BGM でごまかすことにします。え？もしかして撮影始めて？こう見えて2年目です。ほほほほい。最近ハニーワークス聞きすぎて純愛に憧れてる。ゆっくり霊夢です。そもそも霊夢さん恋したことないじゃん。は？舐めてる？恋したけど実らなかっただけなんだが。なんか、ごめん。そして恋愛しないままニートになってしまったと。これ一生独身コースまっしぐらなんじゃね？てかハニワみたいな純愛は学生の頃ですら一握りなんだよな。確かにあの恋は綺麗すぎる。幼馴染とかそれ以上の関係になんてならんからな。さすが経験者、言葉の重みが違います。てかもし霊夢さんが恋できたとしても、とりあえず浮気されて慰謝料請求されて無一文になって独身を悲しく生きていくんだろうな。待て待て待て、なんで浮気された上に慰謝料請求されてんだよ。霊夢さんなら自分が悪いと思って払ってそう。アホすぎない？ではでは本日の企画は、武勇祭バレンタインガチャ。あ、ごめん、何するのか全然わからんかったわ。正直魔王優に若すぎて何やればいいのかわからなかったから、いろいろ詰め込みました。そろそろ魔王優引退かな？わかる。わかるな。とりあえず視聴維持率のためにガチャをさっさと回していきましょう。ゲームオンだけじゃなくてガチャ運も宇宙旅行行ってるので、そろそろ出てくる頃なのではないか。あ、そのガチャもう終わってますよ。え？あ、ショック受けすぎてガチャ終わった。てかなんで忘れてたんだよ。いやー、私の記憶3時間でリセットされるので。お前記憶容量1メガもないだろ。そもそも人間の記憶容量ってどんなもんなんだろうね。Google 先生によると 17.5TB らしいよ。え？その理論正しければ私ヤバくね。あったりー。ではでは魔国連邦ガチャが終わったので、発表。ガチャに続きまして、ついに第22回にして初出場。武勇祭別に出場だー。私に武勇祭についての説明責任はございません。ググってどうぞ。というか普通にポイント制のランキング大会ですよね。私はこういうゲームでランキングをつけるのは意味ないと思ってます。だって私みたいな超雑魚無課金者は上位に来ることはないのだから。霊夢さん、それあんたがほぼ魔王優してないからや。なんか驚愕風の演出だけど当然のことだからな。にゃんこ大戦争が散ってた時は上位 10% 以内いけただろ。でも熱が冷めたら 30% 近くまで落ちただろ。そういうことなんだよ。いやでもあのゲーム継続しなくても一回いい成績出せればよかっただけだから。このポイント制のやつ多忙な私からしたら無理ゲーなんよな。へえ、多忙ね。何してるの？睡眠、エルデンリング、編集ですかね。やっぱエルデンリングがやめられねえってばよ。ああ、だからこの動画の編集もギリギリになってたのか。ふっふっ、私がエルデンリングしてて編集ギリギリになったと思ってるんですか？甘いよ、梅干しより甘い。あ、多分世間一般では甘いという感性は間違ってるよ。私がエルデンリングしてたら編集が終わるはずがない。だがギリギリで終わったということは、ハニワの曲を聴いていたということだ。わからんわからん、何？音楽聴いてただけでどれだけ時間経ってんの？間違いなく2時間は経ってますね。動画作ろっか。あ、ゲーム実況動画だった。てかなんかさっきからずっとデバフかかりまくってるんだけど、なお何が起きてるのか分かってない模様。そんな調子で本当に勝てるんですか？いや見ときなって。ほら、こいつら必死に抵抗とかしてたけど一撃だったじゃん。最終的にデバフとか関係なく強さなんですわ。なんか雑魚が言うとムカつくな。はい、カットというチート使ってノーマルバトル中級にまで来ました。もしもし運営さん、チーターです。チーター検知、チーター検知、即座に損害賠償請求をいたします。なお謝罪は一切受け付けませんので損害額の168億を請求します。どこから出てきたの？これで完済できたかな？確かにいただきました。え？マジどうやったの？いやー、吸ったお金でもなんとかなるんだね。これで騙されるバカいるのかよ。ではでは中級2のお手並み拝見。あ、これ強いわ。ちょっと待って、さっきまで全然弱かったよ。なんで急に敵が強くなったんだろうか。いや私にも全然わからんな。霊夢さんが弱いとか。ほんとですね、急に強くなりましたね。もしかしたら霊夢さんが弱いのかも。てか難易度上がってるからそりゃ強くなるだろ。あ、その線もあったか。その線しかないよ。とはいえ火ダメがそんなに多いわけじゃないから、現状の私だとこれくらいがちょうどよく戦えるレベルってことか。これがウェーブ1しかないからまだマシだけど、これウェーブ2以上なったらどうする？とりあえず火ダメは抑えられてるから、白狼で攻撃して1体倒そうかな。まずは強いのか知らんけどこのスキル使おうかな。敵の防御力を 25% ダウンと味方の回心率を 30% アップですね。ささ、まずは1体倒してもらおうかな。アホか強すぎやろ。霊夢さん、あんた多分実況者の中で最弱や。否定できんのやそれは。奥義発動できたからとりあえず2体目も倒せるかな。いや全然削れんやん。とりあえず32倍速で終わらせますか。
はい、終わりやした。次のレベル。行きます?もう勝てる気してないやん。まだバレンタインに触れてすらいないのですが、そろそろ動画時間がいい時間ですので。ここで一旦負けて、サムネのためのガチャ行きますぜ。ここまでで30分分の撮影をカットしてます。もう編集疲れて眠いにゃ。今日の動画も楽しく作れたのでもう満足です。最後にガチャ回したらいい感じに終わるでしょ。はい、まず確定演出なしローくんですね。2個目の演出もなしと。はい、これが普通。誰狙ってるんですか？私的には普通に仮面の勇者が欲しいところ。他には出るならもちろんビオレ出て欲しいところだけどね。こういうガチャの排出枠に入ってるのかな。まあ私は基本的にピックアップしか見ないのでもちろん知りませんよ。あ、虹来たっぽいですね。声はもちろん入ってないのでセリフで考えてくださいね。声なくてもバレバレだわ。ということで今回のガチャはカゴキャラのベルドラでしたね。普通に突数増えたんで全然オッケーです。ではでは最後にチャンネル登録よろしく。